F-35B 戦闘機を使いで購入することが発表されました。すると護衛艦イズモの F-35B 認証取得に向けたスケジュールの情報をキャッチしたので、詳しく見ていきます。日米英でのクロスデッキが可能になる。海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦、いずもは、この2021年9月段階では、改修工事の第1段階が終了しているが、以後の第2段階の実施後に、ようやく本格的な航空母艦として生まれ変わる予定で進められている。遡ると、2021年6月末に、第1段階の改修工事を終えた、いずもは、横須賀の自衛隊基地に、一旦帰投しており、翌7月に、現、岸防衛省は、2021年度内に、いずも、で、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型との訓練実施を示唆していた。ここで、実施予定の F-35 ライトニング 2B 型の訓練内容とは、1、時改修工事で、いずも、に施された飛行甲板の耐熱処理の完了を受けての同期乗り発着を行うことだとされ、山口県の岩国基地に駐機するアメリカ海兵隊所属機が対象と思われる。こうした状況に符合するかのように、9月1日にはアメリカ海兵隊のバーガー総司令官が2021年11月内までの期間中に同体の F-35 ライトニング 2B 型を用いた、いずも、への離、発着訓練の実行を表明した。これは、アメリカの首都、ワシントンに本部を構える、同国のシンクタンクである、CSIC、センターフォーストラテジック&インターナショナルスタディーズに対し、バーガー総司令官が語ったものである。バーガー総司令官は、いずも、に対し海兵隊の F-35 ライトニング国が常態的に離発着訓練を行うものではないとも述べており、先頃横須賀に寄港したイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスとの違いを認識させている。イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスには F-35 ライトニング 2B 型を装備するイギリス空軍およびアメリカ海兵隊の2つの飛行隊が収容されており、2つの国の部隊が母艦を同軸するクロスデッキ運用を実施中だ。バーガー総司令官のコメントからは、こうしたクイーン・エリザベスでの F-35 ライトニング 2B 型のクロスデッキ運用と今回のいずもへの離発着訓練を混同しないように留意した発言だと見てよいだろう。バーガー総司令官はアメリカとの他国との軍事同盟についても言及しており、ヨーロッパにおける NATO 諸国と異なり、インド、太平洋では、日本をはじめ、韓国、オーストラリア等との個別の同盟関係であり、連携の難点を指摘している。その前提の下で、バーガー総司令官は、アメリカ政府が目下推進しているアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国による、クアッド体制の確立に、その強化を希求していることが伺えると見てよいだろう。これは、クアッド体制を、ヨーロッパの NATO に準じるインド、太平洋地域での集団安全保障体系へと進化させたいと考える、現在のアメリカの世界戦略に則ったものだと感じられるが、いささか性急に過ぎる感もある。NATO は、旧ソ連とその配下であったワルシャワ機構という一大共産主義陣営の軍事的脅威に対抗するための西側諸国の安全保障体制であり、旧ソ連の崩壊で一時的に弱まったものの、現在はロシアの脅威に再び結束を強めている。しかし、一方のインド、太平洋地域においては、中国の軍事的な台頭という事態はあるものの、多数の周辺国は、経済的にも中国に依存する状態の国が多く、
NATO のような団結を促すことは決して容易ではないと思われる。現在でこそ2020年からの新型コロナウイルスの問題に端を発し、中国を脅威とみなす姿勢を強めているオーストラリアだが、最大の貿易相手国は中国であり、これまでの政権もチャイナマネーに依存する政策を続けていた。またクアッド体制において大きな比重を占めるインドは、中国との間に国境紛争や新興国同士の対立を抱えているものの、軍事的には旧ソ連や現ロシアとの結びつきが強く、安易にアメリカになびくとは思えない。インドは無論中国を最大限に警戒してはいるが、最終的に完全な中国包囲網の一員と化すまでの行動は控えているといえ、自国が主催するアメリカ、日本との合同軍事演習マラバルへのオーストラリアの常時参加までは認めていない。これは中国との関係を完全に軍事的に敵対する事態を回避しようとしているインドの姿勢の表れだとも取れ、アメリカや日本、オーストラリアの西側3カ国が思うほどにはその体制に組みすることは良しとはしていないのだろう。さて、海上自衛隊の出雲であるが、2度目の改修工事は2025年に実施されるものとみられており、ここで艦首部分の形状変更を含む残りの大改修を施されることになるが、その前に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を取得すると思われる。これはイギリスのクイーン・エリザベス等でも行われた F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇に必須の適合テストであり、約1ヶ月の日程でアメリカ本国の東海岸まで出雲が直接出向いてそれを受ける必要がある。この F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を出雲が受けるのは2022年が有力視されており、今回のアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の出雲へ乗り発着訓練はその前段階のものだと考えてよいのだろう。ちなみに出雲の同型艦で2番艦である加賀は2022年に大半の改修工事を集中して行う予定となっており、出雲より早く形状変更の終える見込みだが、 F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする適合テストは2024年の模様だ。航空自衛隊ではこれまで F-35 ライトニング2を通常滑走路使用の A 型を105機、出雲、加賀用の B 型を42機調達する予定で進めているが、実戦配備が進んでいる A 型と違い、B 型の日本への納入は早くとも2023年以降と思われる。このスケジュールが順調に進めば、当初の F-35 ライトニング 2B 型は宮崎県のニュータバル基地への配備が行われることになり、加賀へ乗り発着訓練はこれらの航空自衛隊の同期によって2025年以後に実現する可能性が大きい。前述のように同2025年には出雲の2回目の改修工事が行われる予定であり、これらを勘案した場合、出雲、加賀が航空母艦として実戦配備されるのはさらにそこから数年はかかると見て間違いないと言えるだろう。出雲、加賀ともに艦隊内部の格納庫等の最終的な区画整備については、アメリカ軍や F-35 ライトニング 2B 型の他国での運用実績を考慮して決定すると言われていたので、今回のイギリスのクイーン・エリザベスもその対象となろう。個人的に気がかりなのは、この2021年時点においても、遠くない将来に F-35 ライトニング2のステルス性能をも探知可能なレーダーが登場すると見られている点であり、有効な戦力となる期間が短命に終わらないかを憂慮してしまう。第6世代戦闘機となるであろう F-2 戦闘機の代替である次世代戦闘機も、
2035年前後の収益となることを考慮すれば、ステルス性能の探知技術の進展は、そのあり方にも、大きな影響を及ぼすことが懸念される。